はい、バッテンヒロミツ。はい、どうぞ。ちょっと聞きたいんですけど、はい、少年サッカーなんですが、はい、最近気がついたことがあるとか。うん、あのね、あんまりね、教えたくないんだが、うん、まあ、僕はもう引退して長いんで教えますけど、まあ、なんだろう、最初ね、まあまあもう簡単だけど何にもこうみんなこうあんまり理解してないけど、なんだろう、ボール触ったりとか、技術とかそういうものが優先だけど、やっぱり一番最初に大事なのは声を出せるかっていう、ね、大きい声を出せるかっていう、その伝える時にしても何しても、ね、例えばお父さんお母さんに感謝の言葉ね言う時にもちゃんとほらね、でチームでの声掛けもちゃんとできてるかとか、声を張れるかっていうのがやっぱり子どもの成長というか、なんかサッカーをこう積極的にやる子の、まあ、俺なりの見分け方っていうか、うん、まあ、俺も出してたし、あ、本当、うん、おー、クールなイメージがバッテンヒロミツあるけど、いやいやいや、そうそう、声は出すの出してる、おー、中と外じゃないか、ちょっと、ね、違いますよ、なるほど、うん、これは上手くなる、やっぱりね、その自分がほらこう出せるっていうか、内面から出すものとやっぱり外からやるの違うから、うーん、だから声を大きく張れる子はやっぱり頑張ってね、上手くなれる要素はある。なるほど。サッカー向き。サッカー向きで。そう、団体スポーツ向きでしょ。俺ね、子供の時に藤木っていうのは知ってますけどね。うん、知ってます。大きい声出してましたね。そうでしょ。本当でしょ。だからそうなんだよ。だから上手くなれるのが大体ほら大きい声出るから。だからなんだろう、そういうこう、道具とかさ、うん、なんかそういうものじゃなく、うんうん、やっぱ大事な最初のそのとっかりの大事さはそういうものじゃないかな。なるほどね、うん、ちなみにバッテンヒロミツ声出して印象的だった選手は、印象、まあだからそ、まあ、選手のちょっと、まあ、ドゥンガとかやっぱすごいよね。ああそうか、うん、あの辺はやっぱだからすごいでしょ、うんうんうん、もう味方でも敵でも怒られるみたいなどっちなんだろう味方敵みたいなね、敵でしかないけど、うんうん、え、この人怒ってんの、敵に怒ってんの、味方に怒ってんのっていうぐらいだよね。まあね、ドゥンガも実はすごいテクニシャンなんだけどね。そう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 、それ以上見えないからそれ以上にやっぱりでもこっちの方がすごいじゃない、はい、実際は、はい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 、あ、それはもうちょっと気をつけて見ていきたいですね、うん、これからだからそうね、見極めるのにそうじゃないかなと、まあちょっと僕が教えてもらったね先生にも一回聞いてみたいな、40年50年前どうだったかな俺はっていう先輩たちの証言では、僕は小学校4年ぐらいから生徒会の副会長をしてたっていうぐらいだから、もしかしたら、ね、もしかしたらありますよ、中学2年ぐらいにしてたって。あ、本当に、だからまあ長期政権っていうんですかねでも副会長だけっていう、会長にはなれない、帝京ではキャプテンの、提供では一応皆さんの前ではゲームキャプテンっていう形だけで全くやらないみたいな、ね、その辺はまた今度、あ、そうだよね、キャプテンの大事なね、ええ、とかいろんなものはちょっと追ってちょっとやりますか、キャプテンを集めて、ああ、なんかろくなやついないから、ろくなやついないと思うけどキャプテン集めてね、ちょっとキャプテン談義を、キャプテン、そうそうそう、キャプテン談義を、福田さんとか言っちゃダメだよ、ね、熱くても話聞くのに3時間ぐらいかかるから飯冷めちゃうって言ってありがとうございました、バッテンヒロミツ、磯貝ヒロミツでした、はい、よろしくお願いします。